鬱で休職中です。コロナ禍の転勤で本音を話せる同僚が一人しかいません。社外の知り合いはゼロ。最近とにかく寂しく人に会わないと体調も落ち込んでくると主人に伝えたら、鬱は人に会いたくなくなるけどねと言われました。寂しさを感じるくらいには思考に余裕が出て回復してきていると前向きに捉えて良いのでしょうかということですね。もちろん、鬱って調子が悪いので人に会いたくないとかね、見せたくないとかありますし、喋ると疲れちゃうから嫌だなっていう人もいますけど、でもそういうの波がありますからね、会いたくなる時ってありますよね。心細くて、なんか誰かに会いたいというか、すがりたい気持ちになることがあるので、鬱だからどうこうってことはないですよね。鬱だけど、やっぱり診察の予約の前に来ちゃいましたっていう患者さんいますよね。やっぱりちょっと先生と話すと楽になれるので来ましたって人いますよ。で、その時に僕はね、いや、あなた僕に会いたいと思ってることは、なんか、鬱じゃないんでしょとか言わないし、いや、そんなこと思わないですよね。どうしてなんだろうとか思わないですよ。やっぱり自然な反応だと思いますけど。まあ、でも前向きに捉える方がいいと思いますよ。何事も前向きに考えて損なことはないですからね。いいと思います。人にね、会いたくなると思うので、まあ、YouTube 使ったり、コメント欄見たり、座談会に出てもらうとかね、いろいろありますから、いろいろ利用してですね、良くなってください。